はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、妖怪ウォッチプニプニの実況をしていきたいと思います。そういうことでスコアアタックですよ。まあレッドジェイに関してはちょっともう厳しいのでまったりやっていきますけど、じゃあ最終日だけ例によってアイテムを使っていこうかなと思っております。なのでそれ以外は本当にまったり、まあせめて、あ、これさ超見づらいね、これ今更だけど、この長バナナとさ何やっけ、なんとか、何やっけ、名前忘れちゃったな、なんとか行事、マムシ行事か、マムシ行事とさ長バナナが超見づらい、見すぎちゃっててやばいね。タイムダメだ、やっふい、タイムダメ出へんかな、出ないね。なんか全然俺こいつやってやったんやっちまった、わざわざわざっかいやって、時間大丈夫、50万いけっかな。マムシ行事整理なんだね。そこで整理整頓をしていてもしゃあないかなって気はするんですけどね。やるだけやるか、なまじ、あ、終わっちゃった繋いでる途中で終わるみたいなね。まあしゃあないね。41万、残念、50万いきたいな、もうちょっとレベル上がればいけるだろうね。でも今ねもうそんな育成してる暇がなくて、あのね閻魔武道会やってるんですけど、今がね30何回だろう、30、どこで見るんだっけ、交換で見れるかな、違うな、37回で、だいぶ強いんですよ、もう敵さんが。ずっと今ね、勇ましでやってるんですけど、そろそろきついし、なんだかんだでこのヒットポイントアップと攻撃アップもつけたんですけど、あのね、コンティニューするかしないかというか、割とコンティニューありきになってて、で、1回でコンティニュー500かかるんですよね、ワイマネーが。で、倒した時に帰ってくるのが350とかだから、ちょっとマイナスになってる感じなんだよね。で、お宝が、まあ、ちょっとね、メガオロチも終わるんだけど、ちょっとやっぱりね、やっぱそんなに綺麗に引けないよね。まあ、しばらくがほんとサクッと終わったんだけど、あ、でも同じぐらいか、まだ。だからこっから残りのオレンジと、なんやこれ、よくわからんな。これ何色だろ、これ。青じゃねえな。何色だ、これ。ここって何色だったっけ、青か。青が出れば、終わると。まあ、言うて、そしたら最後なんだよね、これが。まだまだ先は長い。まあ、一応あと10日ぐらいあるから、まあ、なんとかなるかな、という感じです。はい。というわけで頑張っていきます。ではでは、バイバイです。